お疲れちゃんのスロットです。今日はですねこちらピッカラムやっていきたいと思います。ということでマザネクの強化によって完全復活です。こちらのデッキ一時めっちゃやってたと思うんですけども、まあラムライダーがねなんか解放されちゃったんですよ。そうこれ投げ縄の遅延効果がちょっとね弱くなって、まあなんか防衛がね前より弱くなったっていうのでちょっとだけ勝率落ちてたんですけども、もうエレジェイとか、まあ、マザネク強化とかで、まあ、環境意識してみるともう完全復活ですね。はい。でまあこちらの方もまあすごいいろんなバージョンがあるので、まあゴルダイなかったらもう U のでもう全然いいです。はい。もう何も変わんない。まあゴルダイの方が事故があってねより強いかなぐらいなんで、まあゴルダイなかったら U のだったりとか、まあマザネクもベビドラで使ってる人もいたりとか、まあポイズンはねファイボとかライトとかまあなんでもいいよねっちゅうので、まあこちらのペックラムで今日やってきてると思います。さあよろしく。まあなんだろうな、もう環境エレジャイか、もうほんとエレジャイとロイジャイの2強ぐらいなレベルだと思いますね。まあそこに強スケも結構入ってくるかなっていう感じではあるかな。でここでタルババで一応やっていくんだけど、雪でもぶっちゃけいいかなって思ってて、これタルババ見てもらえれば分かるんですけど、射程がね 0.5 短くなったんですけど、 0.5 がね結構短くなってんだよね。そうだからまあそんな大きな影響があるかって言われるとむずいんですけども、まあ、雪玉は雪玉でね結局万能だし、なんか使い勝手もいいので、まあタルじゃなくて雪でもいいかなっていう、まあどっちもそんな変わんないですけど、はい。で今回の相手はザップミニペなので、なんでしょうかね。ゴーレとかだと思ったけど、バルキリーも出てきて、まあ、バルキリーミニピッツアップとかも考えの方がいいですね。はい。で、こういうのも、ペッカね、チキーンしちゃって。はい。これも強いです。もうペッカマザネク、ペッカエレキ組むだけで、めっちゃ強いんでね。さあ、まあ、ここはエレキでやっていくか。相手ライト使ったし。いや、延命できれば熱いけど、熱い。さあ、一発これ、タルーって、ワンチャン延命できねえかな。いや、いい。消えて。あ、ゴーストがそういえば、下方されたんだ。ゴーストの下方忘れてましたね。透明時間が、じゃあ、透明にならない。オンライン状態、オフライン状態の、なんて言うんだ。見えてる姿が、長くなりましたね。そう、透明になるまで前、まで 1.6 秒だったのが、1.8 秒になったので、まあ、見えてる状態がちょっと前より長くなりましたよっていうので、まあ、もしかしたらゴーストをダークプリンスとかでもいいかもね。てかダークプリでね、使われてましたわ。うん。そうだから結構なんだろうな、このデッキの中身も本当に変えまくれるんで、いじってもらっていいかな、好きに。よいしょ。いや、なんなら俺もダークプリンしたいな。さあで、いや、ここはちょっとな、このミニペックうまいっすね。そこでも、耐えたい。気合の体です。ダメージ受けちゃったんですけども、まあ言うて、耐えてはいる。よいしょ。さあ耐えながら、結構両サイね、プレッシャー与えながら行きたいね。まあライトニング来るかな、どうだろう。相手のこのミニペッカとかうまいっすね、マジ。さあ、ここペッカで形組んでいこうか。で、ライトニングとかだとね、ああいうエレキとか飛ばしやすいんですけど。これどうだろう。タルが短くなってる。さあ、ちょっとだけちょっかい出して、一回ステイか。いや、相手もなんか防衛がめっちゃ硬いロイジェイなんですよね。そう。本当にロイジェイデッキなんていうロイなんで、ちょっとだけ気ぃつけながら行きたいね。だって陸が硬いので、無理はできないね。まあ、走らせながら。これ、ポイズン削りしていこう。さあ、ゴースト。これを繰り返しながら、いつか俺のターンが来るのを待ちます。タイミングをね、しっかり見極めていこう。あれ、ラムボーイしたいな。あのミニペッカスね。これが結局でも強いですからね。やばい。乱暴で、できてる。あー、エレキが行かれたらダメ。あ、でもこれ見て、ゴルナイ走れそう。熱い。いや、走れないか。いや、でも気づけば、なんかダメージ追いついてる。
相手のライトニングがね、厄介ですからね、僕。さあ、マズネクマ、ライト打たれたら打たれたで、ライト使ってきたんで、ここが結構チャンスですね。ガチでゴリゴリゴリラタイムかもしんない。ラムで、ポイズン打っちゃう。で、無理はしないぐらいで、延命。よいしょ。相手厄介だよ、これ。走らせて、短いな。さあ、使ってるよ。結構いいんじゃない？防衛ライト来るよ、これ。結構熱いよ、これ。さあ、気づけば止まらないんじゃないか、これは。いや、うまい。防衛うまい。でも、ポイズン圏内。なぜかってかは、わからないですけども。バルキリー、ミニペ、エレキ、タル、ライトニング。いや、このロイに勝つのすごない？これ。まあ、ザップとかあるのはいいけど、まあ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 、まあ、ペッカグがちょっと苦しいのかな。ちょっと次、ダックプリでやってみようかな。まあ結局ね、ゴーストは消えれるから、強いみたいなとこあるんだけど。まあダックプリはダックプリでね、もうペッカダックプリ組めばいいので、ゴーストだったら、ペッカの前にゴーストが強くて、ダックプリだったらもうペッカの後ろのダックプリが強い。まあ、あとインフェとかですね、こんだけポイズンでやってたらやっぱインフェルノタワーとか厄介になるんで、そういうのをペッカとか橋渡るときに真ん中ダックプリでピョーンってね、インフェのタゲ取れるんで、盾持ってるんでね、こいつ。そう。とかもできるかな。まあ、ダックプリはダックプリでね。使いやすい。楽だと思いますね。勝手になんかタワー突進してくれて、いろいろやってくれるんで。さあ、まあ、たるから。さあ、ここは、これ、ね、多分一発だけになったのかな。前まだ端前出すと2発入ってたんですけど、射程が短くなって。これで走らしてエレジャー行きましたね。もう環境ですよ、こいつ。エレジャー環境をしばくためのデッキですよ、これはね。さあ、あとはまあエレジャーにはよくインドラが入ってくるので、まあ入ってなかったら入ってなかったらいいんですけど、このエレキもね結構優秀になってくるんですけど、君前行ってるよ、それ大丈夫？まあこれマザネク残るとめんどいんでポイズン打っちゃったんですけど、結構危ない。あ、待って、これでも相手がなんかやってんな。あれ、なんでそっち殴った？あー、なんか、無能だな。なんか今のペッカ、ちょっとおバカさんだったんかな。まあこれフリーズとかさすがにないと思うんですけど、もしやったらぐらい、考えすぎですね。はい。でまあエレジャーなんで、まあ簡単ですよ。基本的に変なことしなければいいので、なんだろうな。もう自分から8枚ペッカピョンとか、ラムいけゴーとかやんなきゃ多分負けないです。はい。しっかり両サイド後ろからもうゴルネとかダックプリを出して、エレジャーに対してペッカをして、2周目エレジャー来て、それにペッカなかったら、まあ何でもいい他の、なんか合わせればいいよね。まあこういうのとかね、ワンチャン合わせて、8枚ペッカしないって言ったんですけど、これぐらい形ができてると、まずちょっと話は変わってて。あ、でも、エレジェフタで行かれるかな、これ。うん。いや、これです。負け筋です。さっき僕言ったっすよね、なんか。自分で。端前ペッカはダメって。まあでも、一応回転が早いんで、これ。救いです。回転早いのか？なんかわからんけど。奇跡的に耐えれそう。で、ゴルナイがね、マジで。バグ級なんで。おい。端前ペッカやんないでください。もう、今のでね、わかる通り、端前ペッカすることだけは負け筋なんで、まあ、あとは後ろからね、まあ、逆サイドとかでもいいんですよ。後ろから流せばいいんで。で、ライト削り来ると、まあ、一番嫌かなっていう。そうですね、これですね。まあ、一旦これ、ケツペしちゃおうかな。端前じゃなければありみたいな。逆来ても、結局、ラムとエレキとか、まあ、ゴルナイとかで、気合で耐えれる。耐えてください。はい。気合で耐えてください。あ、このダックプリの使い方下手か。あれ？うまいな、相手。デリキ使ったらインドラで処理。あれ？あれれーって感じだな、これ。ちょっと困ったな。さあ、ライト打ってくる。これは、相手がうまいのか？俺が下手なのか？どっちだ？近畿道。うまい！待って待って。バカうまいんだけど。ちょっと待ってよ。冷静に。結局ね、
こっちもポイズン削りだ。檻が出てくる。うん。さあ、これはね、やっぱでも相手が陸技結構苦しそうなんで、ぶっちゃけ。いやー、こういうの行きたくなるけど。え、なんかさ、相手今ライトニング打たなかった？気のせい。なんかライト2枚持ってない。ライト打って、次打たれるまでがめっちゃ早いんだよ。さあ、これは溶かす。うわー、やば。なんだこれ。そういうこと？ワンちゃん。お、いや、うまいや、今のでも負けてたな。いや、うまくね。なんかカードサイクルが違ったんだけど、気のせいか、多分気のせいですね。普通に相手がうまいのと、なんか負けそうでしたね。ゴーストにします。ちょっとライトニングバージョンでもいきます。ちょっとエレジアに負けそうになったんで、ちょっとそれだけは回避したいなっていうので、まあ、ポイズンはポイズンでね、なんかこう、ガゴムレとか、小物系にすごい優秀なんですけど、まあ、エレジアのゴブ折りとか、ああいうのに対してやっぱライトがすごい刺さるんでね、ちょっとライトにしていきたいと思います。まあ、ほんと何でもいいんですよ。ファイボでもいい。ファイボだとザッピーとかにより強いし、まあ、ポイズンだと、なんだろうね、墓石とかに強いし、みたいな。ほんとに呪文一つで結構相性って変わってくるんで、まあ本当にその辺、ね、その時の運とか、その時の立ち回りとか、まあ自分の使いやすさとか、そういうのでね、決めてもらえればいいんですけど。さあ、大砲ウッド、まあ26か、まあクロスから追い放か、かな。前まで26だけでしたけどね、スケで囲んで。さあ、ラム。いや、これがね、前よりもちょっと進んじゃうようになっちゃったな。あっちゃ食い放だ。いやー、キョスキ入ってんだかな、これ。ウッド使ってこれ結構苦しいんじゃない？さあ、デリバリー。まあ、ゴール内で受けて。ああ、でかい。さあ、こういう高回転デッキには、まあ、ダックブルよりもゴーストの方がすごい刺さるっすね。これ走ってみようぜ。おい、ホグ受け。もう一回走りないか。さあ、耐えましょうか。まあ、ホグとかに対しては、基本的に、なんだろう、序盤にダメージは刺さらないので、高回転大砲とか、高回転ホグで逆にしばかれちゃうんで、理想はもう序盤は耐えですね。そう。ホグをペッカで完封、ホグをラムともう一枚で完封とか、もう基本的にね、耐えです。あっちゃけぐらいな、これライト打ってんじゃん。もう防衛なんで、守ること以外考えてないんで、今。で、2倍タイム、3倍タイムから来ると、入ってくると、まあ、ユニット流して血ペッカしつつの、みたいなね。えぐい。ロケだ。さあ、まあ、これはもう、後ろから形組み毒かな。同サイド逆サイドちょっと悩むんすよね。まあ。ここはまあ、ライト打ち毒っすからね。もう一枚で走るか。よいしょ。さあ、これは大砲を使ったので、ね、ラムまで追加していって、さあ両サイドね、しっかり耐え攻めていく。いいよ。でホグ来たらペッカで耐える。オッケーオッケーオッケー。さあ、ライトニングがね、今回ぶっ刺さりましたね。ただ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 ライトがぶっ刺さっただけだ。オッケー、いいよ。まあ相手がね、ロケットとかだとよりマザネクとかね、うん、エレキ、ゴルナイとかすべてもう、すべて生きるんで。しかもライトだとインフェも突破できるんで。まあどうだろうな、小物きついけど、ライトニングだとすべてに勝てそう。まあポイズンとかでもね、気合ですべてに勝てるんですけど。まあこのデッキ自体ガチで万能デッキなんで、まあ立ち回り次第でね、何にでも勝てます。よろしく。攻め方が豊富ですね。ラムで攻める、ペッカラムで攻める。うん、ゴルナイで攻める。
ゴーストペックで攻める全部形組むとか、あーでこれだけか厄介なのは1アドプレゼントキャンペーンおめでとうございます。あーで好きだとエリポンクロスの方が濃厚になってくるのかな、アチャクイミニペエリポンクロス、まあ、でエリポンクロスとかこういうのも結局は耐え以外の何でもないですね、もう耐えるだけですね。で意味のない筋起動しておきますねガチで意味ないかんなこれ。さあこれはなかなか嫌なのを引いたぞ。まあでも相手からしても意外とこれ嫌なのかな。一丁相手がだってねエリポン置いたんだね。ここでダメージをある程度稼いで、あとはもう逃げプラなんですけど、これちょっとやばいな。一発受けたら強要かな。 OK これ撃ったら負けっすねやべえこれ、ちょっと待っちゃおう。えエリジェイなんだけど、エリポンクロスのクロスの枠エリジェイにしてる、やばい。しかもスケハイスピエレスピなんでトレネもないっすね。わあ、あーちょっと嫌だな。うん。うわ、すげえ。エリポンクロス。クロスじゃなくていい。いや、もうそりゃそうだ。クロスじゃなくても全然強いんだけど。うわあ、これやば。これさすがに打つか、これ。まあまあまあ。これぐらいはいいやろ。で僕の負け筋、圧着位みたいなとこある、ぶっちゃけ。いやどうだ、いや耐えれる耐えれる、いやめっちゃキング起動めっちゃ意味あったわ、でかキング起動でかすぎたな。これ頑張ればペッカ回るんかな。よしよしよし、でラムで耐えながらしっかりエレキね、エレジェイのカウンター外から、よしよしよし、耐えたらこれさ相手、マジで、あれねえから、呪文、ウッドしかねえのよ。これ、ウッド7発とかじゃ届かねえかんな。前までみたいに。耐えれば勝ちだかんな。いや、でかい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 。これ耐えたのマジで熱いな。あ、ゴースト消えるまで遅っ。マジで遅くなってんな。いや、ぶっちゃけこれ、端前ペッカ生き得だな。いや、でも、ガチで、ちゃんと勝ちたいので。控えめに行こう。橋前止めエロいな。あれ打つかライトニング。延命してくるんじゃない。あーうまっ。ちょっとずつなんかダメージがやばい。まあ、でも相手これ削れないよな多分。いやーこれペッカ出しちゃおう。逆サイ来てもラムとエレキあれば守れるですね。うん。ミニペッカだけ負け筋。いや、ファイスピうまっ。許容しちゃおう。さあ、来る。いや、これは勝ったんじゃないのか？ライトニングで最後だって削れるよ、俺。いや、これは言っていいでしょ。これは言っていいでしょ。ああ、早っ出てくんの早っ。これ相手ユニット解けねえな、さては。気づいた。さあ、ユニット解けないので、すべてが残ってます。エリキもマサニクも。いけ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 、走ら走ら走れ。いや、もうなんならクロスじゃなくてよかった。クロスだったら、普通に負けてたかもしんない。エリシャイのおかげで、なんか美味しかったわね。無意味な金起動のはずがガチで美味しい金起動でした。さあやばい、もうエリポンクロスのクロスの枠エレジャイっていうのはもうエリポンが壊れてんのか圧着が壊れてんのかね、なんだ何が壊れてんだエレジャイか、いやマジでそのエリポンギーが強いんでしょうね。もうまあでもよく耐えたんじゃないですか。さあアブソリュートゼロ、なんかで聞いたことあるな、かっこいい名前だ。
そう、よろしく、よろしく。まあ暇、暇ってか基本マンチっすね。じゃあ一旦、ボンバー、ボンバーもなんか二択みたいな、ゴレか LJ か。ゴレー、ゴレ来ましたね。まあゴレにはさすがにペッカー合わせます。エリーババゴレとかだとねちょっと嫌ですけどね。そう、火力高いダクプリミニペとか柔らかい。あーゴレクロ、あーゴレクロこれ渋いな。ゴレクロだったら、あのゴレクロだったら渋いです。まあ言うて耐えれるかな、ライトニングなんでね。相手の小物系が渋すぎる。これさすがにさ脳死でいったらダメかな、脳死すぎいやいいんじゃない、スケブやったらもう GG。 ああザッピーは結構やだ。まあ、ライト打っちゃおう。さあ結構強気のねライトニング打っていって、陸受け的にどうだろうな。まあゴーストは今熱いけど一旦たるでいいや。まあ無理しないのが大事っすね。いやでもこれゴレクロだな、これ一本折られるっすね。いや、 やっぱ一発しか殴れなくなったんだ、ハッシュメタル。前まで二発だったのに。うん。いや、これ、マジで、なんだろうな。クローンが、いかれるっすね、マジクローンが。多分あると思うんだけど。まあ、マザネク、高回転、あの、マザネク、攻撃速度が上がったマザネクが、どんぐらい頑張れるか次第でもあるんだけど、いやーこれは耐えだな、耐えれるかな。コウモリマゾリク一体でさ大量のコウモリ対応できるかな。ファイバーあったら終わる。いやいい、いい耐えてる。なんか強っ思った以上に強い。さあこれは行きたいが一旦行かないっすね。うん、まあ思ってる以上にね守りを頑張らないとねやばいんでね、早めに溶かしたい。いやーこのマズネクが残れば熱いけど、ザッピーいるんでね結構攻めれないっすね。やばい、ほぼ芝ライト。いやでもお待って、めっちゃいいライトニング。あ待って、めっちゃいいライトニングだ。さあグッドゲームボンバー引けなかったのがなんならよかったな。ゴールデン走ったわ。さあナイス、マザレクジャーマジででもでかかったな。結構頑張ってるっすわ。普通にね、まあファイブとかポイズンだったら神相性なんですけど、ライトだとちょっとクローン怖いかなと思いきや、マザネク頑張り系でした。はい、ということで、まあ、ぜひね、ペッカラム、もう形は無限です。好きなようにアレンジして使いやすいような呪文構成でぜひやってみてください。よければチャンネル、高評価もお願いします。では、お疲れ様でした。またね。